東京原宿の代々木第二体育館です。3000人のお客さんでいっぱいになりました。14日から始まりましたバドミントンのジャパンオープン、今日が5種目の決勝が行われる日です。最終日、これから皆さんに男子のシングルスの試合をご覧いただきたいと思います。決勝です。決勝に残ったのは中国の張健華、そしてインドネシアのアーディ・ウィラナタという2人の選手です。解説は日本の代表チーム監督の池田信孝さんです。池田さん、楽しみな対戦となりましたね。そうですね、昨年ウラナタ選手はこの大会優勝しました、はい、でそれを破った相手がこの張健華選手の後輩に当たるわけですね。はい、5分外ね、5分外ですね、はい、そういう意味では今回は後輩の仇を取ろうと思ってやってきてるんじゃないでしょうか。なるほど、はい、さあそれでは両選手をここで紹介することにいたしましょう。まず華麗なサウスポーと言われました中国の張健華です。1985年にこのジャパンオープンで優勝を飾っていますが、その後ちょっと低迷の時期がありました。昨年しかしご覧のように全英オープンベスト4をはじめとして活躍、見事に復活を果たしています。26歳、円熟味を増しています。一方インドネシアのウィラナタ、昨年のこのジャパンオープンで優勝を飾りました。その後スウェーデンオープン、全英オープンと連覇、マレーシアオープン、インドネシアオープンも勝って、なんと大きな大会だけで6つも去年優勝を飾っています。まさに上り竜、今年素晴らしい力を発揮して金メダルを一気に狙いますウィラナタです。そのウィラナタと、そしてベテランの域に達しました張健華がこの決勝戦でどんな試合を見せてくれるでしょうか。この張健華といいますと現在ランキング5位ですけれども、かつてはトップに立ちました。全英オープンも取りました。85年のことでした。まあそういう意味ではもう一回ここでという気持ちがあると思いますが、十分その復活の手応えをつかんだようですね。そうですね、ただ世界ランキング5位というのはこの張健華選手あんまり試合数が多くないわけです、そういった関係でランキングは上がってないだけで全くトップです。さあこの向こう側のウィラナタが張健華にどう挑みましょうか。昨年優勝のアーディ・ウィラナタ、審判は今井正夫さん、サービスジャッジは原健一さんで進められます。2年連続優勝を狙いますウィラナタに対します、こちら張健華、ウィラナタです。21歳、さあ試合が始まります。まずは張健華のサーブです。ポイント張健華、ワンラブです。よく拾っています。アウトです。バックバウンダリーラインわずかですがアウト。ポイント2点目、張健華2ラブ。サービスオーバーはまだありません。ここをついていけるのがウィラナタの特徴。ポイント3ラブ。3ポイント連取の張健華、序盤ちょっと張の連続ポイントが続きますが、ウィラナタに慌てたところはないですね。そうですね、これがですね、ウィラナタの特徴なんですよ、はい、最初頼りに手リードされるわけなんですね。そして長い試合に持ち込み、長いラリーに持ち込んで相手がもうギブアップすると、はい、ようやくサービスオーバーです。ただ張健華はですね、先行に逃げ切り型といいますか、もうラリーが続かなくてもいいと、はい、そういう切れ味の選手ですから見事にコントロールしました。ギリギリいっぱいにスマッシュを決めてポイント1、ワンスリーです。
ウィラナタのスマッシュご覧いただきましょう。すごいところですね。素晴らしいところに決めていきました。これも上がってきます。結局相手を後ろに詰めてチャンスボールを迎えました。ウィラナタ2点目 2-3。 これはよく上げましたね。まあ床際についていますか、はい、落ち際についていますか、そうですね、本当に、まあ、腰の低い、はい、そしてまたジャンプ力のあるプレーヤー、バネのあるプレーヤーですね、ウィラナタ選手は。これはどうでしょうか、アウト、わずかにアウト、サービスオーバーです。 3-2、まあ、ここまでご覧いただいてお分かりのようにウィラナタが運動量でとにかく前後ろに柔らかく走り回ってシャトルを上げます。一方の張健華はどちらかといえばのハードヒッター、強打の持ち主ですね、サウスポー。ただ以前は超強打の持ち主として知られました。強打プラス切れ味、まあ、これがバドミントンかと思われるくらいのショットを打ってましたんですよね、はい、ところが一頃国際舞台のヒノキ舞台から姿を消して、ちょっとあの健康を害したというニュースが流れました ね、それからあの、はい、復活してから試合数も少ないんですよね、はい、スリーオールになりましたというところで、ちょっとあのプレーのスタイルも変わってきていると思います。そうです、あのちょっとねあの1ゲームを通じた集中力は持続しないと言いますか ね、あのいい時と悪い時は両極端であるという、サービスオーバー、スリーオールです。かつては力で相手をねじ伏せるというようなゲームが多かったんですが、どちらかというとつないでじっくりチャンスを待つというゲームのパターンに変わってきています。張健華アウトです。ただそれであればウィラナタのペースになる、なるほど、んですね、長いラリーが続いて、だんだんウィラナタがそのスタミナに物言わせてというゲームになりそうですが、どうでしょうか。 4-3、うん、これもアウトです。 5-3 です。最近のあのウィラナタの選手のプレーを見てますと、ね、はい、相手にだいぶ覚えられまして、研究もされまして、はい、苦労はしてるんですが、ね、最後には きっちり勝つと、そういうなんていうか粘り強い選手になりましたね、はい、以前よりは。 6-3、張健華が3点リードを奪いました。ウィラナタにとってはちょっと難しい場面ですけれども、昨日の準決勝でも第一ゲームデンマークのロリドセンを相手に取られました。その意味ではどちらかといえばスロースターターというウィラナタです。そうですね、ただ慌てませんね。そうですね、ちょっと今自信を持ってるんじゃないでしょうか。昨年の活躍は見事でした。タイムスマッシュのコースはよく追いついていきます。ウィラナタ前アウトです。ポイントウィラナタ 4-6、 2点差です。身長185センチの長、71センチ、171センチのウィラナタ、わずかにネットに当たりました。越えません。サービスオーバーです。まあ、結構序盤はこういうイージーミスをするんですがね、はい、それでまあ大したことないなと思ってると、勝負どころでは絶対ミスをしないという、そうですね、ウィラナタ選手、ネットプレーあるいはディフェンスに素晴らしいものを持っていますから、はい、そこからの反撃は粘り強いものがあります、はい、今日ポイントです。 7-4、ここをよく拾ってきたんですが、ネットにかかって向こう側に落ちました。長く、まあ、肺炎を患ったといいますが低迷がありました。その後復活してきました。ポイント張健華 8-4。
入りません。サービスオーバーです。4-8。ここまで序盤をご覧になって、超喧嘩、イラナタ、決勝特有のその硬さのようなものは感じますか？いや、それはありませんね。はい、ただ、硬さといいますか、まだ体が十分動いてない、対応してないといいますかね。ただ、今日のイラナタはちょっとナーバスになってますね。ああ、そうですか。過去私が見た大会ではね、少々5、6本取られましてもね、リードされましても、はい、平気な顔してたんですがね、大変シャトル交換をよく要求しますし、ちょっとナーバスになってるんじゃないでしょうかね。これでもうシャトル3つくらい交換要求してますもんね。それも裏なたの方からです。そうですね。よくついていきました。ポイント9-4です。ヘアピンのプレー上げたところ、よくこれについてきました。超喧嘩、上から叩きました。切れましたかね。アウトです、切れましたね。ミラナタガットが切れました。ポイント10-4です。選手とかね、分かるんですよ、お互いの選手は。で、今切れたところでハイクリアを返してきましたが、ちょっと力が入った分だけアウトになるという、そうですね。大変微妙ですが、微妙ですがね、まあ、シャトルの交換を今日かなり数多く要求しているイラナタですから、それだけまあいつもとちょっと飛ぶ感覚が違うなと、そういう感じですね、いう受け止め方をしていると思います。それともう一点はですね、イラナタ選手というのは大サービスオーバーが多いといいますか、要するに簡単に失点しない、簡単に得点を許さないタイプなんですよ、はい、ところが今日はですね、もう時間的に言うと本当に早いんですね。そうですね、10点まであっという間に許してしまいましたね、いいコースですがアウトです。わずかにアウトです。ポイント11-4、いいコースを狙ってきましたが、わずかにアウト。判定はシャトルの先の方で行われますのでね、羽根ではありません。これもコース、きれいに決めていきました。12点目、12-4。ただ、選手もしかりですが、ラインズマンの方々もです、大変硬くなってます。そうですね、はい、これは入ってました。サービスオーバーです。4点練習してサービスオーバー。どちらかといえば短期決戦で決めてしまいたい超喧嘩、はい、一方粘って長いラリーを続けていきたいイラナタ。やっぱりイラナタ選手は今日ちょっと表情硬いですよね。いつもね、大変試合中でもひょうきんなことをして、面白いことプレーもするんですけどね、はい、今日真面目すぎるんじゃないですか。ちょっと入りました。ポイント連続ポイント 6-12。こういうポイントを非常に大事にして乗っていくことができるかどうかですが、ウォッチしました。もうオンラインですね。そうですね、ただこういったこと一本でリズムが変わるということがありますので、超喧嘩選手も油断をすると裏方のペースにはまりますよ、はい、ネットにかけました。連続3ポイント、12-7。じわじわとその差を詰めてきました。5点差です。ただお客さんの反応も、ウラナタがポイントすると大きな拍手なるほど、やはり小さいプレイヤーでしょう、はい、まあ、世界行きましてもですね、この小さい体で動き回りますので大変人気ありますね、はいはい、12-7。超喧嘩がサービスオーバー、サーブ権を取り戻しております。イラナタの身長171センチ、まあ、小さいと言いましても最近の世界のバドミントン界は非常に大型になっておりますので、171はもう小型の部類に入ります。素晴らしいスマッシュ、クロスに決まりました。13点目はあっさり取りました。超喧嘩、一つの山を越えました。
入りました。サービスオーバーです。サービスオーバー。まあ、世界のトップクラスの選手はですね、例えば7-13このように6本差離されますとね、まあ、普通に日本あたりですと、じゃあ2ゲーム目にかけようかと、そう思って1ゲームを諦めるんですよね。まだまだ、まず諦めない。そうですね、これからまた一山二山あるわけですね、はい、ネットインです。サービスオーバー、サービスオーバーです。まあ、先ほどからもう流れが全く超喧嘩ですね。そうですね、ネットインが何本ありましたですかね。ネットインありますね、ウィラナタにとってはこのところはちょっとまだ隙がありません。うん、アウト。ポイント14-7、ゲームポイントです。あっさり14点までこぎつけました。ショートサーブでリズムを変えて、ここで強打を使ってくるか。わずかにアウト。お互いに対角線をきっちり狙ったラリーが続きました。サービスオーバーです。アウト。サービスオーバーです。まだ幾分シャトルの感覚が冷めてないようですね。そうですね、今の打球バック、まあ、サイドライン割ってると思いますがね、ええ、そういうジャッジの方もちょっとまだ自信がないようですね。ただ私らたくさん彼の試合を見てますとね、いつも負けそうになって挽回する試合多く見てるもんですからね。この人は本当に信じられない粘りがありますからね。ポイント8-14です。なあ、よく拾ってきた。ようやくウィラナタらしさが出てきましたね。ショートサービスでレシーブをミスしました。ポイント10-14。本当にウィラナタ選手というのはですね、はい、試合を投げたりなんて言いますか、ラリーに対するですね、その姿勢といいますか、まあ、そういう意味で大変日本選手を見習うべき真面目な選手ですね。まあ、この姿勢があるから現在 IBF ランキング第2位にいられる、はい、ということにもなりましょう。サービスオーバー、3回目のゲームポイントです。超喧嘩。いいスマッシュでした。かつての華麗なサウスポーと言われたね、超喧嘩のスマッシュを思い起こさせるスマッシュで第1ゲームを取りました。15-10。まあ、ウラナタが少しそのウラナタらしさを見せて粘りを見せましたけれども、ここは突き放しております。第1ゲームをこの超喧嘩強打で最後はものにしました。うん、これは全盛期のスマッシュですね。 そして角度があるということですね。185cm の身長があって、おそらく1メートル近くジャンプしていると思いますので、非常に角度のあるスマッシュを決めることができます。まあ、かつてジャパンオープンや全英オープンで85年優勝した頃は、はい、今のジャンピングスマッシュを連発しましてね、そうですね、これでもかこれでもかと相手のコートに打ち込んでいった、そうですね、その上サウスポーと来てる、はい、そしてスナップがものすごく柔らかいという、一方のイラナタですが、ランキング2、先ほど紹介した通りなんですが、
171cm の身長でとにかく拾って拾って拾いまくる中からそうです勝機を使ってくるというね、ただ先ほど1ゲームの後半ですね、はい、いろんな新しさが出てきたということで、この2ゲーム私は大変期待してます。なるほど、まあ、別にいろんな対応を引きしてるわけじゃないんですがね、はいはい、と言いますのも昨日の準決勝であのロリド戦191センチある選手、はい、デンマークと対戦したウィラナタなんですが、状況は極めて不利だったんですが、第1ゲーム取られて第2ゲームを取ってファイナルに持ち込んで、その後はもう気迫そして粘りでね押し切りましたから ね、 そ う、 ね、そういう試合が多いんですね、ワンラブです。ナイコースです。素晴らしいコースを選んできました。まあ、やはりサウスポーならではのコースというふうに言ってよろしいでしょうか ね、 やはりね、あの小さい選手はこの左右に振られますとね、やはりこういうふうに、おーっとよくリターンしました。グラナタラブトゥーです。サウスポーラブトゥー、でも出ましたですよ、やっぱりね、ひっくり返ってでも取るというこの気迫。そうですよね、コースです。ちょっとアウトか、際どいところですが、入ってますね、長期間叩いてきました、はい、これはもう打たざるを得ないところですね、ポイントミラナタワンツーです。グッド入っています。2オール。じわじわとウィラナタがその自分のペースにこう長剣化を巻き込もうというところです ね、 ですね、この第2ゲームの立ち上がりです。これはアウト。まだまだ本物ではないんですが、ウィラナタ選手は徐々に自分のペースに近づきつつありますね、はい、これも入っていきました。サービスオーバーです。このイニング超の得点を許しませんでした。ウィラナタネットにかけました。ポイント 3-2。ここはウィラナタが攻めている。いっぱいいっぱいに決めてきました。超喧嘩です。形勢は不利だったんですが、いっぱいを狙ってきました。差し物ウィラナタもあそこは届きません。ただね、こういうのは、まあ、決められてもね、単なるサービスオーバーですから、はい、ウィラナタなんてのはそんな気にしてないですよ。なるほど、ただ自分のミスでポイントされる方が嫌ですよね。クロスにスマッシュを決めました。強喧嘩3オール。ですからあの、まあ、勝負ごとといいますか、はい、1ゲーム目取られた方は2ゲーム目は必死になるわけですね。ですから取った方が安心して守りに入ると意外と負けるんですよ、はい、ですから1ゲーム取った方が逆に2ゲーム、もっと1ゲーム以上に攻める必要があると思うんです、はい、そういう意味では長喧嘩十分分かってるはずですからね。それとあの体調を崩して復帰したということもありまして、長喧嘩どちらかといえば、はい、その短期決戦で勝負を決めたがってますよ ね、 そ、 すね、そのためにはこの第2ゲームを絶対取る必要があります、はい、もしファイナルになりますとこれはウィラナタのペースに、ねね、なっていきそうな予感がします。4-3、1点ウィラナタリードです。ラリーが続きますとね、どうしてもこの長喧嘩ミスが出る、まあ、息遣いもちょっと荒くなってきますね、はい、これは素晴らしいショットです。あれはカット気味にスピードを殺してコースをきっちり狙ってくるんですね。コントロールするのは難しいんじゃないでしょうか。そうです、ただのジャンプをしてますし、角度がある、ははえ、そしてあの、まあ、小さい相手とやる術を心得てますね、
サービスオーバーです。第一ゲームに比べますと張健花の得点の伸びがちょっと止まってます。そうですね、アウトです。この押し合いでは慎重に決めたかったんですがアウト。ポイントイラナタ 5-3。 ウラナタがある程度出ますとね、張健花諦めてファイナルかけるとは思いますがね、はい、できれば2ゲームで終わりたいというのは張健花でしょうね。そうでしょうね。サービスオーバーです。このコースはちょっと拾えません。ポイント4点目 4-5。 張健花はですね、今までのここへ来るまでの試合と違ってよく攻めてくると言いますか、スマッシュを対応してますね。その意味ではかつてあの張健花を思い出させるようなね、 そうですね、はい、そんな試合展開です。ここは届きます。これももうちょっとでしたが帰りません。5ボールになりました。もう届くところと届かないところは紙一重です。そうですね、まあ、手は出て足は出てるんですが、はい、やはりあれだけですね、前後左右にきっちりあの振られてるわけですよ。そうですね、これもいっぱいいっぱいを狙ってきましたがクリアアウト。サービスオーバーです。5ボール。今年のバルセロナからオリンピックの正式種目になりましたバドミントン、その年を迎えて初めてのこの大きな国際大会、両選手にとってもぜひ勝っておきたい試合です。サービスオーバー。届きません。ポイント 6-5。 張健花が逆転です。ショートサービスを対応してきます。ここもチャンス、ショートサービス成功。7点目。 7-5。 要するに一頃の卓球の前陣速攻ですか。そうですね、ここはもうね、自分の高さを十分に生かして前前で戦おうというところですね。そうですね、これも角度がありました。ポイント 8-5。 3ポイント連取。どうもあのレナタ選手ラリーが続かないんで自分自身の調子も出てこないんでしょうね。はい、うん、なんて言いますか、今日のあの張健花選手は角度、それからあのスピード、本当に今日は素晴らしいですね、はい、今までのあのここへ来るまでの試合とは随分違いますね。違いますね。1回戦タイのコートスリパンを破りました張健花、2回戦デンマークのトムゼン2-0、インドネシアのジョコスプリアントと3回戦で2-1という厳しい試合を経験しています。サービスオーバー、サービスオーバーです。イラナタにサーブ権が移ります。そして準々決勝は韓国のキム・ハッキュン2-0、そしてデンマークのホイヤーラーセン、これを2-1と昨日の準決勝で退けての決勝です。入りました。サービスオーバー、サービスオーバーです。8-5。しかし素晴らしいコントロールを持っております張健花。このコースはついてきました。さあチャンス、イラナタよくしのぎました。サービスオーバー 5-8。ウラナタもですね、単にラリーが続かないだけではなくて、その彼はあのサービスオーバーの応酬といいますか、それで、ね、相手が嫌になって根負けしてしまう試合に持ち込みたいわけですね。なるほど。この今日見てますとそういうふうになってないわけですよ、うん、もう自分のミス、
まあ、イライラしてるでしょうね、内心、はい、このコースは拾っておきたい。よく拾った。もう一回同じコース。ここもついている。繋いだ。いいショット。ナイスショットでした。サービスオーバーです。ユラタナタにとってはあの左側をついてくるあのコースついていきました。そうですね、自分も疲れてるわけですからね、よく拾いますね、あそこを上げて張健海にとってはさっきまで決めたショットがちょっと決まらなくなった。 そうですね、そんな思いがあると思います。ユラナタポイント6-8。サービスオーバーを繰り返して久しぶりのポイントを挙げましたユラナタ。さあここですよね、連続得点できるかどうかですね、はい、厳しいヘアピン返す。互いに同じ戦法を使ってきますが、ネットにかけたのは張健海。ポイントユラナタ 7-8。 同じような攻めをお互いにしました。ユラナタも打たないんですね、張健海を揺さぶる戦法。そうですね、徹底して足を使わせようという作戦ですね、スタミナをロスさせると。確かに張健海もあの汗を随分かいてますよね。ネットにかけました。ネットにかけるのがちょっと目立つようになってきました。張健海8オール同点に追いつきました。スリーポイント練習。それだけ今度ウラナタの方がですね、前で球を処理してるわけですね。十分な角度がありました。サービスオーバーです。サービスオーバー8オール。ただ条件がベテランですから、はい、追いついて裏ナタがホッとしてるとまた離されますよ、それにまだまだ張健海にとっては裏ナタに対して通用するショットがまだありますからね、はいはい、サービスオーバー8オール。ここらが山じゃないですか。そうですね、このゲームにとっての非常に大きな山になってきました。入りました。ポイント。裏ナタ再び逆転 9-8。まあ、表情一つ変えずにもう淡々と何て言いましょうか、厳しい状況を耐えると言いましょうか、それがウィラナタの特徴です。まあ、あの本人は苦しいと思うんですよ、しかし顔には出さない。そうですよね、このコースよく拾った。アウトです。アウトです。あのフォアから来てクロスに入ってくるのはよく決められてたんですが、よく追いつきました。さあ 10-8。これもアウト。ポイント 11-8。 場内からわっという歓声が沸き起こりました。3点連取です。これは入った。見事なコース。サービスオーバー 8-11。したがってあのウィラナタの左サイド、ウィラナタにとってはあのバックのサイドになりますが、あそこにクロスで入れてくる、あるいはストレートで入れてくる、あのコースをどう対処するかですね。単に返球だけしてますとね、次のショットやられますよね、お互いにミスがありません。さあコースをよく選んでいく。ここだ。拾いました。
ウィラナタの方でネットにかけました。ポイント超喧嘩です。9-11、超喧嘩にとりましても久しぶりのポイントです。超喧嘩逃げ目捨てませんね。捨てませんね。かなりね、まあ、体に来てるはずですよ。はい、ご覧の汗です。後ろ入ってます。よく拾ってよくつなぎました。ウィラナタサービスオーバーです。11-9。こういうあの続き合いといいますかね、ドロドロした試合はウィラナタのペースなんですよ。あ、それにしてもこのところインドネシア非常に若手の選手が伸びてきてます。その筆頭ウィラナタ、これはついていきませんでした。ウィラナタにしてみますと、あのバックへの、ね、クロスに入ってくるスマッシュが、ね、頭にあったと思います。頭にあるんですよね。お互いに非常に厳しい、まあ、いわゆるしんどいところですね。ポイント10-11です。入りました。サービスオーバーです。11-10。サービスオーバー。去年ジャパンオープンで初めて勝って、その後ポンポンポンと世界大会で大きな大会合計6つ優勝を飾りましたウィラナタ。素晴らしい出来でした。まあ、しかしそんなことは何年も続けさせないというのがベテラン長剣家、いいコースです。まあ、このコースウィラナタ全然もうこのコースですか、読めないんですよ。読めないんですね、動けませんものね。完璧に決めました。ここは拾った、よく拾った。さあどうだ、素晴らしいラリーです。最後は足が滑りました。ポイント11-11。ウィラナタのファイトに場内から大きな拍手。素晴らしい、素晴らしいラリーでした。よく拾いましたウィラナタ。そしてまた厳しいところを超喧嘩がつきましたね。そうですね、本人としてはもっと前で決まると思ったのをことごとく拾われるわけですよ。はい、まあ、蝶の今の攻め方を見てますと、このゲームで決めなければ危ないんだ。そうですね、何かそんなね、危機感すら持った攻撃に見えました。第一ゲームは蝶喧嘩が15-10で取っています。第二ゲーム11-11です。押してみました、サービスオーバー。サービスオーバー。池田さん、はい、場内のお客さん、ウィラナタすっかり引きつけてしまいましたね。そうですね、まあ、昨年のこの大会もですね、逆転勝ちをしてるんですよ、はい、お客さんよく知ってるんですよね。よく拾った、ネットにかけた。ポイントウィラナタ12-11。少し口を開けて息をするようになってきました。超喧嘩、ね、苦しくなります。拾った。ミスが続きます。13-11。今のようなイージーミス初めてなんですよね、だ今日はね、大変この集中力ある。やっぱり先ほどおっしゃったように2ゲームで決めたんでしょうね。あーっと、ここもネットにかけました。続けてミスが出てきました。14-11。ゲームポイント、ウィラナタです。決めた。第2ゲームはウィラナタが取りました。15-11。非常に苦しいゲームでした。しかし落ち着いて拾いまくりましたウィラナタ。これでゲームカウント1ゴールとなりました。いよいよこの決勝戦、ファイナルゲームになって面白くなってきました。
まあ、それにしてもあの中盤 あの苦しいところ、一時は8対5とリードされたイラナタがね、よくしのぎましたね、まあやはりですね、なんて言いますか、これあの最近の自分がチャンピオンだという馬ってあのプライドでしょうね、決してめげてない、はい、まあ、そのイラナタが粘りに粘ってあの中盤で6、7、8と3点連取して8オールに追いついてからは、ここからはもうイラナタペース、そうですね、ただ8オール追いついてもまだまだその超喧嘩は諦めていなかったですね、そうでしたね、ただその後超にとってはですね、あの11点目を取ったその後サービスオーバーの時に素晴らしいラリーがあって、結局ウィラナタにはあのポイントは許しませんでしたけれども、ちょっとスタミナのね、ロスと言いますか、切れたところがあったようですね、その後あのちょっとネットにかけるミスが続きました、まあそれにしてもよく拾いまくりましたこのウィラナタ、ちょっと足に来てるかなっていうのは気はしないでもないんですよ、そうなんですね、あの昨日実は準決勝も長いラリーがありまして、ローリド戦とやったんですけれども、ファイナルゲームの時にちょっと左足を引きずり気味かなという感じがね、しました、まあその後だけに今日もファイナルゲームに入ってどうかなという心配はちょっとありますよね、ただ今日の第1ゲーム第2ゲームの動きを見てますと、まあ、そんな不安を感じさせない動きでしたね、ただあの1ゲーム目にちょっと足をひねりましたですね、まあ、それが原因ではないんでしょうが、ちょっと動きが、まあ、かなり決められすぎてたと言いますか、しかし今の2ゲーム目終わった時にガッツポーズを取る、本当はこれは試合が終わった時にガッツポーズを取るんですが、はい、本人としてはですね、このゲームをしのげばファイナルは自分のものだという、そういう感じで、ね、あのガッツポーズを取ったんじゃないでしょうかね、はい、さて池田さん、ここで、はい、中国とインドネシアのシングルスの状況についてちょっとお話を伺いたいんですが、かつてはですね、ユー国宝とかそれからヨーヨーとか、ね、まあ、中国はシングルス王国と言われました、そうです、このところちょっとですね、どうでしょうか、寂しくなってきたんじゃありませんか、そうですね、インドネシアと中国は逆転 したと言いますかね、ちょっとシングルスではあのインドネシアのはやや優勢、といいますのは中国のシングルスを恐れなくなってきました、はい、それはインドネシアだけではなくてヨーロッパの選手もちょっと頑張れば勝てるんだという、ある意味では中国は今はシングルスに悩んでるんじゃないでしょうかね、逆にダブルスでは良くなってるんですよね、3年前からはちょっと想像できないことですよ ね、もうとにかくこのジャパンオープンでも中国の選手ばかりがシングルスベスト4に残ってきたりという ね、そんなこともありましたけれども、見事にしかしそこのところをオリンピックに向けて各国が覆しにかかってきたということなんですね、そうですね、その意味ではその今指摘がありましたインドネシア、ランキングベスト10の中に5人インドネシアの選手がいますよ、そうです、シングルス、まあ、それだけインドネシアも一頃の低迷からまた抜け出して復活してきたという、そうですね、このイラナタを中心としたインドネシアですが、さあここでこの2人のですね、第1ゲーム第2ゲームの中から素晴らしかったプレーをちょっとご覧いただきましょうか、まずこれはイラナタのレシーブ、向こうで打つのは超喧嘩、これ追いついていくんですね、もう一回同じコースついてきます、このクロス、これも拾います、これをこれも変えるんですね、これもチャンスボールが上がってしまいました、これをまた取るわけですね、取るんですね、またこの角度厳しい、これも拾います、ここで最後はもうね、滑って追いつくことができませんでした、しかしこのシャトルが落ちるまで諦めない、諦めませんね、さあ今度は超喧嘩の側から見てみましょう、向こう側がウィラナタです、高さがあることが十分にお分かりいただけるんじゃないかと思いますね、これがまた返ってくるという ね、そうですね、すごいラリーですが、まあ、打つ方も素晴らしい速度を持ったスマッシュ、拾う方はウィラナタ、もう倒れてしまいましたけれども、左右に揺さぶられて懸命についてきました、超喧嘩もですね、はい、何回決まったと思ってもリターンをするという、全くまあしぶとい選手だと思ってるでしょうね、そうでしょうね、
まあ、とにかくあのいいショットを打った時に、よしこれで決まったというこう手応えを感じながら打ってると思うんですが、そうですね、それが上がってくる、そうですね、これはもう嫌でしょうね。まあそういうしぶとさがなければ、この身長この体で世界で活躍できないですよね。さて、ま、それが人気の秘密でしょうね、上方選手は。両選手がここに戻ってまいります。インドネシアはこのウィラナタの他にクスマが現在ランクトップ、バンバンスプリアント10位、ジョコスプリアント9位、ペルマディが13位、サントが6位と、まあ、とにかくベスト10に5人も送り込んでおりまして、素晴らしく一時期のあの、そうですね、バドミントン王国を復活させつつあります。さあ第3ゲームファイナルです。ウラナタもあのサポーターをして出てきましたですね。はい、ご覧のようにサポーター、右足のももにサポーターをつけました。それからさっきあのブレイクの間には、はい、マッサージを受けてました、ね、左足を中心にマッサージを受けておりました。もうとにかく連戦、大会も6日目です。疲れももちろん残ってると思います。ワンラブ、この超喧嘩にしても疲労はかなり溜まってると思いますね。サイブソーバーラブワン。ただウラナタの姿を見てますとね、ええ、いつもこういう決勝でそのスマートに勝ったことないんですね。マッサージは受ける、サポーターはする、包帯は巻く、絆創膏は貼るですからね、それで終わったら勝ってるんですよ、はい。しかしそういうタイプの選手ですよ ね、 そうですね、動き回ってとにかく取るというタイプです。また太ももの太さも波じゃありません。相当に鍛え込んでいます。しかしまだ21歳、超喧嘩ネットにかけました。サービスオーバーです。ワンラブ。でも彼ほどあの優勝してもですね、なんと気さくと言いますか、ごくそこらにいますとね、普通の青年ですよね、はい。これはアウト、ポイントウィラナタ、トゥーラブです。ちょっと今点を失った後、超喧嘩ががっくりとその肩を落としました。ポイント、連続ポイント、スリーラブ。超喧嘩がいわゆるこう切れなければいいかなというのが ね、ここは心配されます。ただペースを速くしてますね、ウィラナタも。来ていますね。見事なドロップショット決まりました。フォーラブ、4点連取。フォーラブ。ファイナルゲーム、いきなり超喧嘩にとってはまず試練です。いいコースでした。ユラナタが早め早めの勝負を挑んでいます。このサポーターをしてきて、サポーターをする前より動きがいいなんていうのは全くまぶらなたらしいですね。それと第1第2ゲームではですね、あまり自分から打っていきませんでした。そうですね、このファイナルゲームになって自分から打ってきますね。6点目、6ラブ、6ラブ。5点を一気に連続して取りました。ウィラナタ21歳、完全にポエスペースに乗りました。ポイント7ラブ。超喧嘩オーバーネットをアピールしますが認められません。ウィラナタ間違えましたね、8だと思って、あのチェンジエンドだと思って。なるほど、今さっさとコートを出てきましたんで、まだ7点なんですけど、シャトルの交換でも要求するのかなと思いましたが、7点です。セブンラブです。ご覧のようにセブンラブ、一気にしかし突っ走ります。ウィラナタ、8ラブ。8ラブ、これでチェンジエンドです。
いやしかしウラナタがまあ思惑通りにぴったり来てますね。そうですね、まあ、やっぱり2ゲームのあのガッツポーズ、はい、これで自分のものだとやっぱり選手はお互いに分かるんでしょうね。でしょう ね。ただ2ゲーム中盤まで後半までですねウラナタらしくないプレーが多く見られたんで、はい、それだけ長喧嘩が良かったんでしょうね、はい、ですね。それにしてもあの第2ゲームの中盤の非常に厳しいところよくウラナタがしのいできました、ここに結びつけています。ただもう1回長喧嘩がですね短い間に取り戻せるかどうか期待したいんですがね。ナインラブです。全くあの長喧嘩 1,2 ゲームと違ってスマッシュを打つチャンスもないわけですよ。これもネットを超えません。ポイントイラナタ10ラブ9点連取ですよ。さっきまで競っていた2人がこんなことになるんです。サービスオーバー、ようやくサービスオーバー、9点連取の後のサービスオーバーラブ10。うまい、出られませんでした。ようやくポイント超喧嘩ワンテンです。アウトです。まあ、ある意味ではですね、こういう3ゲームダブルセットになりますと中国選手最近弱いんですよね。そこがね、あのヨーロッパの選手も、あ、まあ、インドネシア、マレーシアの選手もね、中国選手に勝つ時にはダブルセットをするんだと、長い試合をするんだというね、それが合言葉のように、まあ、長い試合を挑みますね。サービスオーバー、ワンイレブン。このアウトになるシャトルも長喧嘩の場合はちょっと大きくアウトになるというケースがね、目立ち始めました。これもアウトです。全くそうですね、これは相手にとっては非常にジャッジが楽になります。あ、グッド入っています。ポイント12-1。こういうふうに疲れてきますとね、入っててもアウトに感じるんですよ。まだまあね、少しでも楽になりたいという気持ちが ね、そうさせるんでしょうが、サービスオーバーです。112、この勢いは止まりません。ファイナルゲームあっという間に12点を取りましたビラナタ。これはアウトです。ポイント212。繰り返しました。ポイント3-12です。とにかくここはもう一回辛抱強くラリーをやって、ユラナタも足相当ね、疲れてますので揺さぶってほしいところですね。ただ今までの3ポイントはですね、ユラナタのミスなんですよ。そうなんですよね、自分が決めてるわけじゃないんですよ、あの得意のスマッシュで取った点じゃないですからね、サービスオーバーです。12-3。どうだ、決まった。いやー、ようやく長拳からしいスマッシュです。サービスオーバーです。ただ先ほどと見てその、まあ、いいコースには決まりましたんですがね、パワフルといいますか、それは なくなりました ね。 そうですね、確かにコースは素晴らしかったんですが力強さが少し ね落ちてきました。よく拾った。あ、この長いラリー長喧嘩ものにすることができませんでした。サービスオーバーです。できれば条件かとすればこのラリーは絶対取りたかったと思うんですが ね、ただウラナタは無理して打たないですね。あ、ラリーが続けば 2,3 本ポイント取られてもあとは逆に自分のものだと思ってるんじゃないですか。あ、なるほどね。サービスオーバーです。
しかし池田さん、あの第1ゲームの立ち上がり、張健花が絶好調で12対4と一方的に押しまくりました、はい、2ゲームの8-5、その第1ゲームのスタートから見ますとね、第3ゲーム、このファイナルゲームのこの様子ってのは想像もできませんけど、できませんね、1時間前後のバドミントンの試合の中で本当にあっという間に流れが変わります。そうですね、サービスオーバーです。サービスオーバー12-3。ただ私らはよく裏ナタの試合を見てますのでね、2ゲーム目をしのげばなんとかなというような気がしてたんですがね。そうですね、まあ、これほど大量リードするとは思わなかったですね。ボディアタックスマッシュしてしまいました。サービスオーバー、お互いにサービスオーバーが続きます。張健花3点を取って以降、これが3回目のサーブ権。ここでですね、張健花もサービスオーバーを繰り返しているときに、1点でも2点でも取ればですね、ちょっとペースが変わってくるんですよね。そうですね、ここでぜひ点が欲しいところです。ポイント、張健花4-12。6点から7点まで伸ばすことができれば、試合の方もぐっとまた盛り上がってきます。ネットにかけました。自分の方から崩れていきます。サービスオーバーです。サービスオーバー12。多分ここで1点移動しますとね、取られますとね、ガクッときますよ。したがって12点目から13点目の階段を上らせてはいけない張健花ですね。よく取り返しました。サービスオーバー、得意のスマッシュ。サービスオーバー4-12。裏ナタもですね、こういうふうに、まあ、受け身になりますとね、リズムが変わってきますので、ただ裏ナタにとって幸いなことは大量リードと、それともう一つは張健花がこのようにポカをしてくれるということですね。少しスタミナの切れるときにこのミスが多くなる張健花なんですが、まさにそういう傾向が出てきましたね。サービスオーバーです。ネットにかかります。サービスオーバー、サービスオーバー。不思議なもので、あの先ほどの素晴らしいラリーがあるかと思えば、こういうイージーミスをするという、プレイヤーがですね、お互いに集中し合っているときっていうのは、我々が想像できない球を拾ったり打ったりできるんですけどね、ちょっとこう緊張感が緩むとこういうこともあるんですね。拾えません、張健花。サービスオーバーです。ネットにかけました。ポイント、ユラナタ13点目、まあ念願の13点目を手に入れました。12点からピタッと止まってましたから ね。さあ優勝まであと2点としまして、池田ナタン、14点目を取りました。マッチポイント、池田ナタン 14-4。 張健花もああやって回り込むショット、あの上手なんですけれども、ね、手にかけました。入りました、入りました。優勝、インドネシア21歳のユラナタ、去年に続いてこのジャパンオープンを制しました。2回目の優勝です。最後は軽くジャンプしました。本当に嬉しそうな仕草を見せました、若きユラナタ。ランキング2位の力を十分に見せつけて、ベテランの張健花を押し切りました。第1ゲーム張健花が15-10、第2ゲームユラナタが15-11で取って、そしてファイナルゲーム15-4とユラナタが突っ走って押し切りました。池田さん、苦しい試合をしかし何とかものにするというユラナタ、まあ、いかにもユラナタの真骨頂が出た、ゲームでしたね。ただ周りの選手もですね、1、2ゲーム見たら全く張健花のペースなんですよ。いや本当そうですよね。しかし少し我慢をすることによってファイナルを逆転するわけですよね、こういうことを選手が見て、勉強してくれるといいですね、本当にそうですね。まあそういった男子シングルスでユラナタが、まあ、粘って2年連続の優勝ですが、これはねしばらくどうでしょうか。去年のあのユラナタ時代が来るんじゃないかと言われたユラナタの活躍が
続きそうですね。そうですね、私は続くと思いますよ。でこのウィラナタと今度は張健花も、まあ、これ復活になったと見ていいと思いますけれども、当然世界のトップ争いに加わってくると思いますし、さらにインドネシアのですね、厳しいあの若手の争いの中から選手が出てきそう、五分外も黙っていない、これますますシングルス楽しみになってまいりました。さてこのシングルスの決勝の前に男子ダブルスが行われておりますが、男子ダブルスも実は、ワンゲームオールになりました。中国勢同士の対戦となりましたが